はいえー、速化塾のコブでございます確かに私はあ時給 1, 1億円男でございます。えー、12月31日ですね、えーまあ、1つのセールス動画をお送りしました。1時間ほどお話ししてます。そのセールス動画のキャッチコピーというかそのカスタムサムネイルね、サムネイルにはこの動画には高学塾のセールスが含まれていますということで、えー、黒字にですね、えー、黄色で書いてたと思いますけども、 ああ、これクリックしたらセールスが来るんだ、みたいなね、覚悟してもらうような動画でした。再生数が3000か4000ぐらいだったと思いますけども、中ではですね、セールスっていうのはほとんど行われてないんですよ。最初の45分ぐらいは、まあ、ベラベラとね、なんか関係ないことを喋ってるんですよ。で、最後まで見た方には、最後の5分ぐらいに、そっか軸のセールスがありますよってことを話してるんですよね。うん。だから、あなたを稼がせますなんて一言も言ってないんですよね。まあ、こういうのがあって、稼げないかもしれませんよとかね。うん <laughs> まあそういうふうにお話していると、まあ、その動画からですね400名ほどのお申し込みがあっていまあ、未だにお申し込みはあるんですけども500名は超えてるかなと思いますよね。うん、500名超えてその1つの動画を撮るのに、うんまあ、1時間ぐらいしかかかってないしリハーサルもないし台本もないんでカメラをストップオンってしスタートオンってしてからあ1時間ぐらいほどね お話してただまあ先日決算を済ましたんですけども私のやってる会社ってのは6年間ずっと赤字だったんですよ、ね、6年間赤字で7年目に黒字が出始めました本当に6年間の赤字を通損してつっぺんにするぐらいえー、まああの7年目っていうのは黒字が出たんですよね で現在累積赤字もなくなって8年目の決算いくともう赤字がないもんですから相当な利益が出てしまってですねもういくら利益を積んでもこうやってあのメディア運営ですから利益積みようがないんですよね利益というか経費か経費を積みようがないんで全部 <laughs> あのー、まあ納税になりました今日ちょっと税金払っていきますけども銀行に現金あるのかなー いいうぐらいなんですよねこっちの銀行から下ろしてそのお金はこっちにメインバンクに入れるんですけどもこっちに下ろすお金がこの銀行にあるかなって思っちゃうんですよね。まああるとは思いますけども通常銀行には3000万円ぐらいの現金置いてあると思うんで多分なんとか足りるんではないかと思いますけども他の方も下ろされますからね預金もされると思いますけどもうんどうかなというところですよね。まああの今日お話しして言えるのはたった一瞬の ホームランでさえ無数の積み重ねがあるってことなんですよ。この無数の積み重ねを私はやりましょうっていうふうに随分言ってるんですよね。この無数の積み重ねがないところに、まあクリティカルヒットっていうのはないわけなんですよ。でも多くの方はクリティカルヒットだけを捉えて、そのいいとこ取りをしようとするんで、結局遠回りになっちゃうんですよね。私はノウハウ依存もしませんでしたし、何もかも自分の手で、自分の足で一歩一歩やっていきました。うん。どんな困難があっても、 乗り換えられるると、ね、思ってるんですよ、まあ、乗り越えるからこそ,その自分の不得意分野が得意になると思いますしねで不得意分野で勝ちまくることもできると思うんですよ、まあ、そういった形で進めてきたところね、えー、現在のよううになったということいこですあとはその自分の得意分野を使っていくだけということになりますけどもうん多くの方が継続できないたったそれだけのことで、うんまあ、継続できない人生が継続してるってことなんですかね。 まあ皮肉な結果でございます、はいえー、時給1億円っていうのはうーんまあそう考えたら無数の時間の積み重ねの上に成り立つわけですから結局大した時給ではないっていうことがね分かるんですけどね、えー、それでは失礼します。